でもまあなんか世の中見てるとね、うん、なんかあんまり平和じゃないんですよね、うん、やっぱりなんかツイッターを覗くと、うん、なんかエニアグラムって、はい、平和になりたい、心穏やかにしたい、うん、と思って学ぶものだと思ったんですけど、うん、違うんですかね。平和になりたい、平和にいや心穏やかになりたい、うん、心穏やかに過ごしたい、まあ、なんか幸せになりたい、ね、ああそうそう、うん、大きく言えば争いたいと思ってエニアグラムを始める人っていないですよね、うんうんうん、この人の上に立ちたい、まあ、いないかどうかは分かんないですけどねなんかツイッターとか見てると、うん、エニアグラムのプロがこうやって言ってるのにっていうのをちょっと見かけてですね、うん、あれおかしいなって、うん、エニアグラムってプロってあったのかなと思ったんですよ、うんうん、なんかエニアグラムってプロってありましたっけ。プロをどの概念、プロの概念ですよね。はい、まあ、なんかよくあるのがそれで生きている人、職業にしてる人、お金を稼いでる人、お金を稼いでる人、まあ、プロとアマの違い。あ、じゃあ我々が例えばこの M8 で、うん、収益が発生しましたと、はいはい、僕プロって名乗っていいんですかね。プロって名乗っていいですよやった僕エニアグラムのプロです。なぜなら稼いでますから。僕エニアグラムのプロですよっていう話ですよね、はい、で、まあ、プロから言うとね、はいはいエニアグラムのじゃあプロから言わせていただくと、うん、プロなんてないですよって思うんですよ、まうん、で多分何で争ってるかっていうと、はい、なんかこの人のタイプはなんだっていうので、うんうんうん、違うって言い始めるんですよ、うんうん、このタイプは違うとか、うんうん、っていうと、うん、あれなんかエニアグラムのどの本にも、うん、なんかこの人のタイプはこうだっていうので、うん、決めつけてはいけない、うんうんうん、要はあくまでもエニアグラムは、うん、自分はなんだっていうのを探求するためのものだと、うんうん、人は何だっていうので測るためのものではない、うん、であれ教科書に書いてあったよなって思うんですけど、うん、なんかそのプロがこうやって言っていたからとか、うんうんうん、あれなんかおかしくねえかって、まあ、そのプロが、はい、まあ、それを職業にしてる人はいるじゃないですか。僕は職業にしてないです。職業って何ですか。プロと職業は違うんですかね。教会もあるじゃないですか。ありましたね。そういえば例えばリソさんとか。ああなるほどね、うん、いるわけじゃないですか、はい、でその、まあ、考え方こういう本を書いてる人ですね。こういう本を書いてる、こういう本を書いてる人、まあ、本を書いてるかどうかでもないですけどね、判断基準はあ難しいですね、はいはい、うん、まあ、教会、まあ、教会にいる人が全員本を書いてるわけでもない、はい、とは思うんですよ。はい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 、その研究してる人とかもいるじゃないですか、はい、うん、うん、じゃあ研究してる人、はい、うん、なんかこの考え方の一つじゃないですか。あ、それならね、うん、あの違うって言われると、うん、要は何て言うんだろう、あの僕はこのタイプだ、この人のことを、うん、この人のことをこのタイプだと思いますよ、うん、って言った時に、うん、隊長が、うん、私はこの人のことを、うん、このタイプだと思いますよ、うんうんうん、っていう違う意見が出るのってこのチャンネルでもあるじゃないですか、うん、でそういうのを、まあ、探求していきましょうみたいなのがエニアグラムじゃないですか。僕それは心穏やかに聞けるんですよ、うん、あ見え方が違うんですねって。見え方が違うっていうのと、はい、探究ですよ。そうかもしれないも、うん、持った方、違う意見が出た時に、あ、その考えもあるんだなっていうのを探っていくものじゃないですか、はい、だからあの握っちゃいけないとか言うじゃないですか、そう、うん、っていうのなら僕は心穏やかですよ、うん、でもこの違うっていうのを、うん、こっちの方に矢を向けられるとね、うんうんうん、なんかねイラッとしません。あれそういうものでしたっけって、まあ、そういうものではない、まあ、僕は多分イラッとしないですけどね。あ、こっちに向けられても、向けられても、じゃあなんか説明しなさいって言われたとするじゃないですか、うんうん、もう分かんない、自分がこう思う、で、うん、それはなんか相手がこう思うってきたとしても、はい、そうなんだ、そうなんだですよ。あなたはそう思うかもしれないけど、その理屈に自分が納得できればそうですねになるだけの話ですよ、うんうん、で納得できないんだったら、まあ、でもそれだとこういう理由で納得できないっていうだけの話。あとね、そうやって言われるとね、僕はね、そうですねと思ったとしても、うん、絶対思わんのですね、そうですねとは言いませんと、うんうんうん、そうですね、 なので僕は多分、あ、そうですねですよ。あ、その見方もあるけど、この見方も捨てられるかって話じゃないですか。その違うって言われた時に、うん、指を指してね、うん、違うって言われた時に、うんうんうん、心穏やかに、ああそうですねって言います。僕は前違うって言われた時に、はい、なんで違うのかですよ、はい、うん、僕もその時はもう、なんて言うんだろう、オウムのように目が真っ赤になってるので、はい、もう読んだとしても
はいはい、違うじゃなくて嫌いになってるんですよね。あ、うん、その辺は僕多分ないので、もうまずいになってるんですよ、うんうん、はい、違うって言われた時にじゃあ納得できる理由を出してよって話じゃないですか、うん、読まないけどねになるんですね。でごめんなさい、僕の悪いとこは今全部出てますね、はいはい、で納得できるかどうか、はい、で納得できれば、はい、あそうかもね、なるほど、で納得できなければあそれじゃ納得できないだけの話なんですか、はい、でごきげんようですよ、ごきげんよう、 ごきげんようってお互いに納得いかないって言ってるだけの話、はい、だあとね、じゃあエニアグラムプロがあったとしましょうと、はい、じゃあプロが見て、うん、例えばこの人を見てね、うん、プロは全員一致するんですか、うん、じゃあそのなんとか A 協会がありました、はいはいはい、じゃ A 協会のプロ5人集めましたと、うん、この人のタイプを見て、うん、全部一緒ですか、うん、多分 MBTI だとそこは、うん、全部一緒になるんですよね。ならないですよ。あ、ちゃ、あの試験で、うん、試験があって出たのがそれ、出たのがそれってなるわけじゃないですか、うんうん、何点って、はいはいはい、なるわけじゃないですか、うんうんうん、ちょっともうエニアグラムの試験テストはあるんですけどね、うん、でこれってなるけど、うん、エニアグラムってなんか深いところじゃないですか。あ、 MBTI が浅いとは言ってません。あ、なんか、うんと深いところなんか認識できてない部分みたいなことを言うじゃないですかもうそうすると分かんないです。そうすると、はい、まあ、当たることもあれば外れることもあるから一生かけて探っていきましょうみたいなのがエニアグラム、はい、だと思ってるんで、これはないと思うんですよ、はいはいはい、これって言えないと思うんですよね。そう、うん、あっていう、うん、みんなが同じスタンスなら、うん、心穏やかにいられます、うん、私はこれだと思うは言えると思うんですけど、確かにエニアグラムってそれを学ぶところだったもんねってなるんですよ、うんうん、これとは言えないと思うんです。僕のさっきのところもあ悪いところですねって言えるんですけど、うんうん、こうされるとこうなるんですよ、うん、こうされると、まあ、じゃあ説明してくださいって言って、はい、説明されたときに、うん、でもそれは一つの考えですよねって、はいはい、なるって多分僕は返せるからごめんなさい、イラッとしないって僕は返さないから読まないになるんですけど、うん、はい、あ、すいません、なんか朝から、うん、はい取り乱しました、うん、はい、あ、いかん、エニアグラムのプロが取り乱しちゃいけないですねあ、かっこここで言うプロの定義は、うん、エニアグラムで収益が発生しているの意味です、うん、はい、はい、うん、